間違いなくやる。うん、今から山田しますんで、うん、でこれ会見する。ここそれ聞いたな、ここで会見って言ってた。囲み囲み囲みね。来たら撮ってるのね。ブラックライブズマターって今さら着るものですよね。そうですよ。しかもこれブラックサバスのオフィシャルですから。どうしようもない段階でなっちゃったね。この辺見えるんですよ。そうそうそう。はい、まもなく山田社長が出てきます。まもなく山田社長が出てきます。どういう判決でしょうか。話していただきましょう。来た。出ました。名前違うんだろう。山田さん、交際でも、DHC のデマが認められたみたいですけど、ちょっとごめんなさいね、感想、コメントお願いします。一心と変わらずですか。一心と変わらず、はい、はい。あ、そうですか。ということは、デマと名誉毀損で、今後番組の、ノヘ TV です。ノヘと TV、はい、あ、ノマ、そうです、そうです。ノマさんで、金属バーと思ってました。はい、僕、前に取材ずっと申し込んでるけど、山田さんに断られてるんで、今日来ました。ちょっとこれどけなあかん。今後番組の方向性とか変えていく予定はないですか。ちょっと待ってね。ノーコメントが。ちょっと待ってくださいね。待たないですよね。待たない。まあ基本的な不当判決。不当なわけない。不当判決。不当なわけないでしょうが。ちょっと気持ちを乗せてみました。はい。デマ書いて名誉毀損して500金払えって言われてるんでしょ。どこが不当なんですかそれ。いつまでやるんだよこんなこと。普通じゃないですか。どちらの誰ですか。むしろ安いじゃないですか。琉球新聞。はい。まあでもね、前回一審での判決受けて、僕らの番組作ってる機能っていうのは、動画の配信を、削除止めるっていうことが、一番辛いなということではありましたが、それは特に言及もなくそのままですので、はい、番組はそのまま続けられる、問題ってことだと思います。じゃあこれからもデマと捏造で番組作りを続けていかれる感じですかね。あ、それ、あなたが言ってたの。おたく誰ですか。まだまだ侮辱を続けるんです。どこの誰ですか。この人が、はい、沖縄県民なんか中国からお金もらってとか言ってたけど、俺ら全然一銭ももらってないよ。嘘ばっかつけたよ本当に。どちらさん。沖縄県民です。沖縄県民ですか、はい、あ、なるほど。ジャーナリストじゃない。はい、そちらジャーナリストじゃない。ジャーナリストじゃないと思う、はい、あんたらがまとめしたら沖縄県民だろ。嘘つくなって言われてんだから答えなよ、真面目に。誠実に答えなよ。デマって明確に否定されてるじゃん。誠実に答えなさいよ。デマじゃないよ、真面目にやりなさいよ。卑怯なことばっかりしてダメですよ。新さんの名誉毀損が認められたかどうかよ。であんたらのニュース番組がそういうことしてるんですよ。これからもその捏造とデマで番組作りを続けていかれるんですか。デマと捏造で番組作りは続けません。デマと捏造でやって今回負けてるんですよね。でも動画削除せえって言われてないし、動画削除されてなかったらデマじゃないっていうこと。無残な手抜き取材をやったわけですよね。判決はね、取材もほとんどしなかったし、今上告取材で手抜き取材をずっと続けたわけですよね。どちら様ですか。安田です。やっぱりね、慶応大学の方ですか。慶応大学の安田さん。慶応大学であれですよね、ずっと中国からお金をもらってるってことをケントさんもおっしゃってましたよね。嘘つくなよ本当に。本当慶応大学の嘘ついてはったんは、嘘ついてはったんは井上トンネル事件さんじゃないですか。トンネル井上さんじゃないですか。山田さんのアイデアでしょ。誰が中国からお金持ってたんだ。辺野古から、そんな話は裁判で。あれ辺野古から高いまで1時間10分、辺野古のトンネル越えたら、論点関係ないです。この辺野古のトンネルくぐったらすぐ高いっていうデマ考えた山田さんですか。違いますけど、何のことですか。じゃあ何のことって放送したじゃないですか、ニュース女子で。あなたの番組で放送した内容です。言ってないですよね。すぐ言いましたよ。言いました。すぐあれはね、山田さんが思いついたデマですか。あれあんなしょうもないデマって全部山田さんが思いついた。感想ですよね。感想じゃない。自分の放送した番組も全然、自分が放送した番組内容も全然もう覚えてない。かかるんだよ。どんだけいい加減なんですか。いや、そのあなたの感想ですよね。いや、感想じゃない。もちろん感想だけど、いい加減なことした人に対して、いい加減っていうのは感想。感想は感想で。悪いんですか。まあ、感想は。感想なんぼでも言わせてもらいますよ。そもそも取材すべき場所に行かないですよね。まず、今回の。取材なんですよ。なぜ取材しないのかわからない。今回の判決についてですね。まあ、今のご所感というか、今の気持ちをまずいただきたいんですけど。あ、そうですね。会社としては多分、上告に向けて、準備を進めることになりますね。はい、やっぱり不当判決なんですね。どこが不当なんですか。いや、ほんでね、はい、
あの、喋るから聞いて。どのあたりが不当ですか？で、やっぱり僕ら的には番組、現状の番組を削除しなくていいということですので、裁判所判断は。だからまあ番組制作者としては、勝訴とは言いませんね。あの、プチ勝訴ぐらいで考えてます。同判決なのに勝訴なんですか？一審でもそれ言ってましたけど、プチ勝訴的なこと言ってましたけど、一審の判決どういうことですか？私、沖縄タイムズの阿部と申します。あの弁護士がそういうふうに言ってるんですか？コロナ給付金を詐取して逮捕者が出た。どうでもいいわけないよね。話しそらせるね。今はその判決についてコメントいただきたいので、はい、だから今ね、別のことについては特にコメントを求めてないので、別のこともいっぱい聞かれるので、別の話を判決から始めてるので、はい、まずですね、どの辺が不当なんですか？まずちょっとあの確認なんですけども、うん、今回その動画を削除の命令が出なかったから、まあ、うん、あのそうですね、訴訟という、はい、そうです、判断だと。でそれは弁護士もそういうふうに言ってるんです、はい、これを見て、この判決を見て勝訴だというふうに言う法律の専門家がいるんでしょうか？弁護士さんに俺そうなん別に山田さんの感想ですか？じゃあ、あなたさんの感想ですよね。弁護士さん、なんだこういうアドバイスはしてないわけですね。これが勝訴だということは、うん。でも裁判官は敗訴とも言ってないからね。敗訴という裁判官いませんから。精神的勝利みたいな。精神的勝利みたいな感じで。精神的勝利法。まあ、でも、プチ勝訴ではあるけれども、上告されるんですよね。あ、そう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 。会社としてはね、はい、やっぱり1円でもその、損害賠償のあれが出たり、損害賠償を払いたくないというのが、まあ、趣旨である。でも多分それって、はい、あのお互いの主張じゃないですか。うちは悪くないと思ってますし、うん、相手さんは悪いと思ってらっしゃって、金銭的な部分で言ったらこういう結果が出てるんで、うちはそれは不服とするのは当然ですよね。損害賠償の500万円の請求求められた部分で判決に不満なので、それと、うん、謝罪文でしたっけ。謝罪文、この2点は求められてますので、うん、上告します。これその賠償責任を、まあ、負わされることについて、うん、その不満だというのは、まあ、どういう部分で不満なんですか？それはうち番組作ったことに関しては、はい、別に悪いものは作ってないと思ってますから。あのでも、うん、実際事実と違うことをニュースと、うん、ニュースの体で放送して悪いものを作ってないという感想はちょっとおかしいんじゃないですか、ね、そう、あなたの感想、これ取材の場なんで、ええ、議論は別にするつもりはないので、質問、質問です、うん、これ会見でしょ。健人さん的にどうですか？いや、まあ、あなたも嘘ついてるじゃん。ケンさんもこの間、待ってましたよね。これ、大きな県民だよ。うん、でそれが大きな県民だよ。ケンさんと一緒に何だ。でもね、ちょっと、これ、トランプのニュースですか？今、私、別にケントさんにコメント求めてないんですよ。うん、あの裁判当事者の方にもコメント求めてるので、じゃあいいですか？ケントさんに来らなくても。これね、ごめんなさい、記者さんの質問を受けてますけども、僕らの番組のロケでもあるんですよ。何の番組ですか？トランプのニュースです。でもこれ、はい、ごめんなさい、これは会見なんですよね。会見じゃないよ、ロケです。さっき会見されるっておっしゃってましたけど、ね、会見される。外国の方なんで日本語がね、不自由かもしれない。いや、山田さんがおっしゃったんですよ、外国の方。いやいや、山田さんが会見するとおっしゃったから僕らも待ち構えてたんですよ。会見とは言ってない。会見とかなんでしない。で、そこで質問答えますよぐらいのことですよ。逆に会見はでロケやりますんで前で待っててくださいって言いましたよね。ロケとは言ってないです。さっき8回で言ったことじゃないですか。全く違います。ロケ言うたから。でカメラのとこ来ておいてくださいと俺1回で言ったよ。今日ですね、あなたたちの作った番組が、うん、そのデマだということで、その名誉毀損が、はい、認められたわけですけれども、その判決を受けて、またこれを虎ノ門ニュースの番組にして、こうやって差別を消費して商売につなげるのかというところを聞きます。いや、なんかデマだから損害賠償じゃなくて名誉毀損訴訟ですから、名誉毀損、うん、そこは正確に言った方がいいです。デマを流したから名誉毀損人が認められたんじゃないですか。でも真実性が認められないという判決だったと思うんですよね、うん、真実性が認められないということは、まあ、真実とは言えないという、うん、でもそれはもう一回裁判、もうワンチャンスありますよね。でもまあ、今、うん、現状では、DHC の番組が現状はいいです。嘘をついた、はい、でも今今日の判決の話してるんですよね、うんうんうん、いやだからもう一回上告をします。 DHC の番組が嘘をついたという判決で、それで損害賠償を、求められているわけが、命じられているわけですよね。そうですね、はい、そうですね、はい、これからも同じ番組作りをしているとずっと損害賠償を払い続けることになるんじゃないですか。なんか抜本的に何か変えた方がいいんじゃないですかね。抜本的に何を変えるんですか、うん、嘘を放送しないとか、うん、他人の名誉を嘘でデマで貶めないとか、うん、取材してないのに取材したふりをするとか、うん、まあ、今までニュース女子がやってきたようなことっていうのが取材はしてましたし、別にデマやと思ってないですし、うん、取材どこしたんですか。
あの番組で取材なんかしてなかったじゃないですか。沖縄行っていろいろ何テドコンさんやら何もさんやら、テドコンさんとか取材すべき場所に足を運ばず、あなたが高井の今と銘打ちながら高井にも足を運ばず、うん、裏取り取材もなければ当事者への時間当たりもないという番組がニュース上ですよね。え、テドコンさんって取材っていうものを取材したという自覚が終わりなんですか、ニュース上に関しては。はい、あります、はい、以上。え、取材って、あのテドコンさんがなんか破れた封筒を持ってきたあれが取材ですか。テドコンさんも出回ってきてますよ。井上さんがあのトンネルの向こうでひどいことが起きてるとか言って全く嘘のことを、ね、これを超えたら高いですとか言って、僕ら実際に行ったけど車で1時間かかりましたよ。事件現場から40キロ離れた場所で立ち入りとすること自体が本来テレビとしてありえない。ありえないじゃないですか。取材じゃなくて、取材じゃなくて説教しに来はったみたいです ね、それロケでしょ。言いたい放題言ってるわけだから、うん、いいロケなの。こちらのもう一回DHC の方針を話してください。あ、じゃあ上告に向けて検討を始めますので、はい、以上です。検討でまだ決まってはいないんですね。判決でですね、会社のことなんで会社とも相談しないから、判決なんで、ね、今あの、はい、裁判長が読み上げた判決用紙の中でね、そのテロリストとか過激派という言葉は、うん、あの新須郷さんの実際の呼びかけに照らして、内容が違うと、うん、異質なものであるという事実認定がしたという、うん、あの高裁裁判長読み上げてました、うん、その点つまりあの過激派テロリストという言葉は違うよというあの高裁の判決の指摘についてのご感想はどのようにお考えになりますか。うんうん、あのそれは意義がありますので、さらにあの裁判を通じて議論を重ねていければなと思ってます。あの最高裁はあの事実認定をする場ではなくて、あの法律審なので、うん、あの事実認定はほぼあのここで、あの差し戻しをしない限りは、うん、まあ、固まってしまうものというふうに思われるわけですけれども、うん、その辺弁護士さんとちょっと要相談した上でどうするかも決めますね。はい、以上。あ、すみません、はい、すみません、どちら様でしたっけ。上告の結果、トラノマニュースのロケの上告をされるというのが方針であるとおっしゃったもう一回ね、でそれでその、まあ、もう一回チャンスがあるとおっしゃいましたけど、うんうんうん、そのじゃもう一回チャンスがあって、そのチャンスでもう、まあ、なんて言いますか、その主張が認められなければ、うん、あのデマだというふうに、ね、ご自覚になる。まあ、裁判所が、ね、謝罪文出せと言われたら、まあ、それはその命令には従いますね。謝罪文法律に、ね、基づいてやりますね。反省もしないけど謝罪文出す。ね、だからそれはもう裁判長がそう言ったらそうだね。うん、確定した、まあ、判決が出ればそれに従うしかないですね。従うしかない。その通りですね。今後の番組どちらさんですか。琉球新報。あ、琉球新報です。今後の番組作りもあの確定すると、まあ、変更していくっていう。変更していくってどういうことですか。方針、この番組作りの方針ですね。方針は変えませんね。方針は変えない。はい、今までのように今まで十分な取材でも。不十分かどうかは別に、まあ、皆様が不十分と思うかどうか、それが確定したらですか。別に裁判所で不十分とは言われてませんから。真実性がない、相当性もないと言われてる。それはだから問答、あの星問答になっちゃうので、真実性のない取材に十分、真実性のない取材が暴動十分ということがあり得るんですか。喋られへんやつ。真実性のない取材が十分ということがあり得るんですか。 OK です。もう、はい、終了、はい、以上です。都合の悪いことは、都合の悪いことはされても、はい、謝罪する、今のところ謝罪する気持ちは全くないということですか。一言、謝罪する気持ちは全くないですか。今日の判決について。なんで検査嘘つく、言えるだろう一言ぐらい。上告するか、だから謝罪する気持ちは全くないのかって聞いてるの。謝罪する気は全くないですか。今のところ謝罪する気は全くない。一言お願いします。都合の悪い話全部無視ですね。さすが DHC。 謝罪する気持ちは全くないってことですか。教えてください。今日の模様も含めて詳しくは来週水曜日の虎ノ門ニュースでやりますので、 YouTube でご覧ください。どうぞ。うちも来週水曜日のノーヘイト TV で放送しますんで、ぜひ夜見てください。はい、どう思ってたね、ご自身は放送に変わってるんですか。ケントさん、もう名前が汚れるよ。逃げんなよ、クズ。